さあやっていきましょう。じゃあ話を聞いていきましょう。ジル、カレンもかわいそうに。娘のマリアが魔物に連れて行かれてからずっと家に閉じこもって泣いているんだよ。女神は一体いつになったら人間を救ってくださるのだろうね。チラ聞いてるか、フィーダちゃん、レア様みたいな、そういうのあるかな。あー、ここでも行方不明者が出てんのか。戸締まりはしっかりと。あなたを守るのはあなた自身です。あ、そっか、ここでも出ちゃってんのか。ほう、ルカ、あんたは魔物と人間どっちの味方なんだい。どうか魔物に生贄の儀式をやめるように伝えてくれないか。生贄の儀式なるものをやってんのか。そのために人がさらわれてるってこと、そういうこと。あ、この家だ、この家だ、マリアちゃんの家、絶対この家だ。リリアちゃんの家と同じ声がしている。カレン、マリア。この前魔物の人間狩りがあって娘のマリアが連れ去られてしまったの。このままではマリアは奴らの生贄にされてしまう。あ、また神殿から鐘の音が聞こえてきた。あ、鐘鳴き堂には私が行くとかなんか言ってたね、そういや。あの鐘の音は生贄を捧げる合図なの。今、誰かが生贄として殺されたんだわ。次はうちの子かもしれない。あ、マリア、どうしてこんなことに。なんか何回か鐘が鳴り終わったら生贄に捧げられるとかじゃなくて、あの鐘一回につき一人生贄に捧げられてるの、すでに。取り返しつかないけどな。え、手作りのウェディングドレスが壁にかけてある。イエー、結婚間近だったってこと。それとも子供の結婚のためにお母さんが少しずつ作ってるってこと。こんなルーで話しかけて大丈夫なのか。殺されないか。お願いします、娘を、マリアを返してください。あー、魔物と思われてんのか。そっか。女の人、女の人、ザレブ、いらっしゃい。うちの品揃えは最高よ。さ、どんな感じ、女の人か、新しいな。あー、防御力低そう。防御力低そうだな。でもいい感じだな、めっちゃいい感じだな。なんかザレブ、遠慮しないで、手に取って見てってよ。あー、そっか。まだ若いのに随分修羅場をくぐってるみたいね。いい面構えしてるよ、お客さん。なんかすっごいいい男って感じ。この辺りの魔物を相手にするならうちでしっかり装備を整えた方がいいわ。ほんとだ、強すぎるもんな。強すぎるもんな。やったー、新装備だ。剣は剣士の魂なんだからケチケチしちゃダメよ。あー、ロングソー、あー、1個増えたわけか、これか。もう何でもかんでもズバズバ切れちゃうわ。これが一番ゴールドなんて安いものよ。あー、まあ安いね。買う買う。思ったより高いけどな。思ったより高かったけど。まあ一番ぐらいか。まあそれぐらいになるか。じっくり見ていってね。はい。え？持ってない、すでに。まあ、このくらいの盾なら役に立つと思うわ。盾はないんだ。持ってるね。命を預ける防具なんだから、いいものを選んでね。いや、お姉さんこそいいもの選んでよ。それ。戦闘には不向きな格好すぎるよ、あまりにも。あまりにも弱点が露出しすぎてるんじゃないかい？どうなんだい？あー、これか。うちの店一押し、魔物に殴れっぱなしでも10秒は耐えれるわ。あー、1万6000ゴールドの価値ありね、買おうか。あー、またこれで生命の火が買えなくなっちゃったな。せっかく溜まったのにな。舞であり、うちのもの随分買い揃えてくれたわね。もしかして私に気があるからひいきしてくれてるの。いや、あったばっかだから。それとも私の衣装が気に入ったとか。分かっててやってんですか。以前はもっと肌を出していたんだけど、これ以上、これ以上、これ以上。今年のラミアの村は例年になく寒いから、これでも以前よりはちょっと厚着してるのよと。あら、あんまり関係ないこと喋っちゃった。たまには世間話もいいわよね。これ以上薄着って何。もうその羽織ってるのがない状態じゃない、それ。それもただの下着なんですけど。いいんですかね、そんなんで。新装備だ、これは嬉しい。盾が手に入らんかったけどな。特殊な合金を鍛えた驚異的な切断力を持つ剣、その青い刃は強靭な鋭さを兼ね備えている剣。特殊な金属、特殊な金属、クレリア系か、これ。クレリア系か、さては。特殊な金属って何ぞや。ラミア村に住む、ブグボーグ屋。まだ若い女性だが武器に対する情熱は誰にも負けない。長い黒髪と刺激的な衣装がよく似合う美女で、店の客の過半数は商品よりも魅力的な女主人が目当てらしい。まあそうなるわな。そうなるわな。ザレマさん、分かっててやってるしな、この人も。理解してやってるしな。旦那さんとかいないの、ここら辺に。いないか。あ、一人暮らしか。完全に一人暮らしなんだ。そっか、そっか。結構なんかそんなの多いね、一人暮らしの人結構多いな。すごい素敵なんだけどな、魅力的なのに。
レーゼ、あなた旅の人なら、いいことを教えてあげるわ。レグジーの家の地下には古い井戸があるのよ。その水はとても透き通っていて、飲むと身も心もすっきりするの。回復ポイントってこと？回復ポイントってことそれ。マリアの次は私なのかしら。もうなんか諦めちゃってんな。お前も一人ぼっちなの？くすんくすん。お前もってことは君も？お父さん、あーマジか、どこ行っちゃったの？ずっと探してるのにどこにもいないの。くすんくすん。ちょっと待って、重いんだけど、ちょっと重いんですけど。ロイド・ゴート。このラビア村にも、村もかつてはイースの中心であるサルモンの神殿の、サルモンの神殿門、門前、門前として活気に満ちていたんじゃ。じゃが今は見ての通り、その面影すらない。栄枯節水が世の常とはいえ、寂しいものだの。これ特殊なマークだね。なんか花のマークかな。なんかスミレちゃん、スミレちゃん。ほう、旅の剣士か。まだ若いのにやけに覚え詰めた顔してるな。アドルはこれ知った体になってるってこと？リーアちゃん、あれなんか鍵かかってる。後から手に入れる感じか。魔物か。あ、いや、ルーカ、聖獣が顔を出すとは良きことの知らせじゃな。ここはなんかサルモンの神殿に近いせいか、ルーを知ってる人が多いな。基本みんなルー知ってるみたいな感じか。うわ、墓地だ。ここの墓は魔物の犠牲になった人たちの墓さ。遺体のないお墓ばかりだけど、何もないよりはずっとマシだよな。この半年で一体何人が魔物の犠牲になったんだろう。そういうこと？もうそんなに前からついてんの？勇敢なるイブリス、ここに眠る。美しきアデル、ここに眠る。正直者シーラム、ここに眠る。資料深きリベータ、ここに眠る。働き者エイク、ここに眠る。心優しき娘マール、ここに眠る。マールの葉の語源か、マールって。心優しき者キース、ここに眠る。そういうこと？死んだわけじゃねえのか。じゃあ待って、本当に今までの魔物って全員人間ってこと？キースってだって魔物って言われてたよね。儀式ってそういうこと？魔物にされてんの？やっぱりそういうことなの？じゃあ喋るのってやっぱ全員人間ってこと？元あれ、でも 魔法から生まれたんじゃないの魔物って？魔法で作られてんのか、人から変えられてるってこと？じゃあダルク様が出したやつら全員もそうだったってこと？いや、まだ死んでないだけあれかもしれないけど、戻す方法あんのかな。空き家のようだ。人が住んでいる気配はない。怪しい。そんなメッセージが出るあたり怪しい。今まで空き家だったっていうか、人がいない部屋だってそんなメッセージなかったのに。こっから光入ってくるのおかしくね？なんかこっから光入るのおかしくないか。なんだこれ、窓の位置とずれてるぞ。そういうこと？関係ないか。重いわ重いわ。消化しきれんわ。なんか重すぎて話が。フェイ、兄ちゃん見かけない顔だね。俺フェイって言うんだ。兄ちゃんの名前は？アドルは自分の名前を名乗った。アドル・クリスティン。アドル兄ちゃんって冒険者ってやつだろ？でもこの辺りはすごく物騒だから気をつけた方がいいと思うよ。フーラ姉ちゃんには手出しさせないぞ。俺は魔法が使えるんだからな。魔法使えるのかな、それ本当？賢者の力持ってるだけだそれ。お願い、マリアを返して。完全に間違われてんな。3日前、私の親友のマリアが生贄として魔物にさらわれたの。マリアを助けたいけど、私なんかじゃ何もできない。神殿の入り口は常に魔物が見張っているの。魔物でない限り開けてくれそうもないわ。じゃあルーで行けってことね。なるほどね。ニール、ここにいれば神殿の中の魔物が外に出てきた時真っ先に分かるからな。俺たちに魔物と戦えるほどの戦力はない。情けないことだが、本当に見張っていることで精一杯なのさ。まあそれでもね、来たことを早く知らせて逃げるっていうので助かる人たちだっているわけだから大事なことだよ。それは戦う力がなくても情報を得るということは非常に大事なことだよ。レグ、わしはもう老いぼれじゃ。いつあの世からお迎えが来てもおかしくはない。魔物が何をしようがもう
どうでもいいことじゃ。ああ諦めてしまっているな。地下室がある。なんじゃ魔物か。こんな老いぼれの命が欲しければとっとと持って行くがいい。そうか、なんか諦めというかなんというかだな。うわ、いつの間に。あ、なんだ驚かすなよ。ルーじゃないか。ルーは人間を襲ったりしないから安心だな。そっか、ルーはやっぱ知ってんだな。まあ、神殿に近いだけあって成獣が多かったんだろうね、もともと。ゴート、君は、そうか、君がそうなんだ。おお、立ち絵がある、かっけえ、かっけえな。俺の名はゴート。いきなりだが、少し俺の話に付き合ってくれないか。いいよ。3日前、俺は不思議な夢を見た。あれ、ルタさんと似たようなこと言ってる。無遊病のルタさんと似たようなこと言ってるし、リリアちゃんも見たって言ってたな、そういや。胸騒ぎとかなんか導きとか言ってたな。あー、神官の子孫か、ゴートさん。あー、タルフもなんかさ、立ち絵あったから、立ち絵ある子、神官の子孫だと思ってんだけどな。夢には女の子たちが出てきて、もうすぐここへ赤毛の剣士がやってくる。彼を手助けしてほしいって言うんだ。そして今、君がここにやってきた。サルマンの神殿に来るように巻物に寄って導かれたことを話した。あ、そんな話だったっけ。完全に忘れてたわ。そんな話でしたっけ。なるほど。しかしこの門を越えても、向こうにある魔物が管理する門をくぐらなければサルマンの神殿には入れない。あの門は魔物でなければ通れないんだ。それに何の策もなく君一人だけで行くなんて危険すぎる。ゴートの表情が少し曇った。俺の親友にサダってやつがいるんだが、止めるのも聞かず行っちまった。行っちまったが、どういう意味で行っちまったのかな。死んだ意味含んでんのかな。わあ、ゴート、門を開けてくれ。アガチっぽいな。銃剣かな、あれ。俺は魔物どもを全部倒してでもマリアを救い出す。サダ、落ち着けと言っても無理だろうが、もう少し待つんだ。今は時じゃない。きっと機会は来る。待っていられるか。こうしている間にもマリアが生贄として殺されるかもしれないんだぞ。分かってる。俺だって同じ気持ちだ。だったらなぜ止める。俺にはマリアが全てだ。機会なんて待っていたら手遅れになってしまう。さだ、どけ、ゴート。許してくれ、ゴート。俺にはマリアを見殺しにはできない。さだ、お前、門はしっかり閉めといてくれ。帰ってこれないことを覚悟して言ってるよね、その言い方。あいつのことだから簡単には魔物にやられたりしないと思うが、サルモンの神殿はこの村の何倍もの広さを持ち、中の構造も極めて複雑だ。俺の最初の仕事は君のために門を開くことのようだが、いくら君が強くても何の準備もせず神殿に侵入して無事でいられるとは思えないな。そうだ、神殿に入る前にハダトさんに助力を頼んでみるといい。ハダトさんは頼りになる人だから、神殿に入る前に会っておくべきだと思うぜ。ハダトさんか、いた？さっき。とりあえずハダトさんに会ってきなよ。住まいはこの階段を降りた先の木造の家だ。なるほどね。うわっ、その髪の色はもしかしてアドルだろ。門番系の人は気づくな、結構。そういうことができるんだな。ああ、じゃあ通してよ。いけるでしょ。もう条件達成したんじゃないの。